牧が、ネオイワケ旧、カ街道ド街道は、日本の街道である。江戸時代に中山道と名古屋城下を結んだ、脇王館である。善光寺道、かま筋、内津道、名古屋道、伊勢道とも呼ばれた。中山道の大井宿と大具手宿の間にある牧が、ネオイワケから戸、かま内津を経て、名古屋城下の天馬調察の辻まで、時川の沿岸を通る。 全長15里の街道。現在の国道19号に相当する。日本穂高が東西の帰りにこの道を通ったという伝説があり、街道としての歴史は古い。時川は川底が浅く急流であったために水運が起こらず、陸路としての下街道が発達した。江戸時代にはこの間の交通は、大井塾から伏見塾までお腹仙道を行き、 そこから城街道に入り、小牧塾を経て、名古屋城下に入るのが本筋であり、五街道である中仙道の宿場を保護するために、荷物と工人は、そちらのルートを通ることが義務付けられ、下街道の通行は禁じられた。そのため下街道は、裏街道の扱いとなり、正式には、宿場は設けられなかった。しかし、中仙道、 上海道ルートは山深い道を19里も行かなければ、ならないが、河海道なら川沿いの平坦な道を15里で済んだので、禁止されているにもかかわらず、多くの荷物が河海道を通行していた。後人ではない一般の旅行者には帰省はなく、名古屋方面からのお竹参りや善光寺参り、基礎方面からの伊勢参りなどの利用者が多かったため、善光寺道、伊勢道とも呼ばれた。 明治に入り規制がなくなると、名古屋方面と新州を移動する人も荷物も、もっぱらカ海道を利用する様になった。さらに、明治になり新しく、帝都となった東京と西日本を結ぶ、国土幹線交通路は、国鉄東海道本線の付設などにより、岐阜より東側ではもっぱら、名古屋、静岡経由の東海道沿線が担うようになった。そのため、 中部山岳を通る内陸ルート自体が、本州を従官する東西交通路から、中京地方と新州を結ぶ、地域内交通路へと役割を変えていった。その結果、近畿から関ヶ原を通って、岐阜市や美濃大田を経由して、長野県を通過する江戸時代の中山道自体が、東西交通を担う、単一の道としては主たる、交通路から外れ、 地方ごとに解体再編されることとなった。まず、明治期の中仙道の付け替え国道について、大井山や内間については、河海道ルートが採用され、中仙道本道は外され始めた。戦後の国道19号に至っては、名古屋から、河海道、木曽路全港寺西海道に沿ったルートを通って、長野市へと向かう国道として設定されている。これは、 名古屋と全光寺を結ぶ、全光寺道としての下街道と、同種市の交通路として理解されていることを示しており、近畿と関東を結ぶ、東西交通路としての中線道は、国道ルート設定の基礎としては、完全に忘れられてしまった。さらに、名古屋の経済的影響力の強まりとともに、東西交通路自体も、下街道ルート沿いに付設されることが多くなり、 JR 中央本線もカカ道ルートが採用され、中央自動車道もやはり、水波伊勢はカカ道ルートが採用されている。中央リニア新幹線についても、名古屋、中津川間については、ほぼカカ道及びその延長沿いに建設される予定であることが明らかとなった。旧カカ道は、大胸岐阜県道421号部並み、時田地味線。 岐阜県道352号大西水波線、愛知県道508号内津勝川線として、道筋が残っている。正式には宿場が設けられなかった。そのため、宿場や立場の役割を果たしていた、主な地名を挙げる。これ以外にも、宿泊や休憩ができた集落があり、街道をどう区切るかには、諸説がある。ありがとうございます。